こんばんは、すももです。今日は11月11日でポッキーとプリッツの日ということで、ポッキーを買ってまいりました。冬季限定の冬の口どけポッキーです。成分表、一袋が158キロカロリーで、タンパク質 2.7g、 脂質 7.4g、 炭水化物 20.1g、 食塩が 0.15g、 アレルギー物質は乳成分、小麦、大豆です。このココア、冬の限定のポッキー結構好きです。では食べていきたいと思います。やっぱり昔に比べたらポッキーも少なくなったなって思います。11月11日はポッキーの日、ポッキープリッツの日らしいんですけど、さっきマキアンの YouTube を見てたら独身の日でもあるらしくって、独身の日らしいです。でも独身って最終的に勝ち組やと思う。うん、美味しい。独身。いつも何か食べながらなんかお話ししようと思ってネタを考えるんですけど、今回は職業訓練に行ってた時の話をしたいと思います。チョコがついてた。で、去年の9月から11月の末まで、ちょうど今の時期に私は大阪の職業訓練に行ってました。で、コースとしては経理事務とか会計を学ぶコースで、簿記の3級を勉強したりしてました。で、3コースあったんですけど、どれも事務系なん、まあ、会計の関係なんですけど、私はちょっとウェブ、結構インターネットとかそういうのもつく、ホームページとか作ることも学べるコースにしました。結構3ヶ月であっという間だったんですけど、すごいいい経験になりました。職業訓練自体は実は2回目だったんですけど、1回目は地元ので受けまして、まあ2回目、去年は大阪で受けまして、すごい良かったです。で、30人ぐらいおったんですけど、比率、男女比で言えば女の人が27人、男の人は3人しかいない。まあ事務系なので、で、年齢はバラバラでした。若い人で20代半ばから上は50代とかかな。で、なんで職業訓練に行ったかというと、雇用保険をもらいながら通えるところが一番のメリットで、実は去年の3月末に契約社員の契約が終わって、で4月はゆっくりしてって、で雇用保険もらってたんですけど、ですぐ5月に就職決まって、でそこがあんまり
まあいてもあんま良くないなって思って、その早く再就職決まった方が就職再就職手当が雇用保険のなんか制度でもらえると思ったんですけど、そこの契約が1年以上の契約が確固たるものがないと再就職手当がもらえなかったので、あと社会保険とかをに加入してもらえ入れてくれなかったので、であと、まあ、しょうもないことなんですけど、まあ嫌なおばちゃんが一人おって、まあ大体これが私が仕事辞める理由なんですけど、そこはもうパッと見切りつけて辞めて、でまた雇用保険途中でもらってたのを再就職でもらうのをやめて、でまた離職したら続きでもらえるって聞いて、それでまたもらって、でやっぱ3ヶ月ぐらいしかもらわれへんから、そこで終わっちゃうところで職業訓練に行くと、この雇用保険がその学校に行ってる間は延長されるという仕組みがございまして、それを利用しました。で、美味しいことに、まあ、雇用保険ももらえるし、その職業訓練にまでの学校までの、その交通費も全額もらえますし、あと昼食手当みたいなものもあって、すごい良かった。でそこで職業訓練に行って、もっとまともな仕事、ちゃんと社会保険に入れてくれるところで再就職をしたいという希望を叶えるために、去年の9月から11月まで職業訓練に行ってました。で、まあ、本当にもう雇用保険ももらえるし、授業料とかも一切払うことはなく、かかるのはテキスト代だけでした。で、雇用保険に切れても学校に行ってる間は、失業保険がもらえるので、結構私は3ヶ月のコースだったんですけど、わざと半年とか長いので 2,3 年とかのコースもあって、 2,3 年だと医療関係とか看護師とかそういう系とかになって、介護とかそういう系になるんですけど、まあ、事務系だったら長くても半年かな。で一応受験はするのはハローワークで申し込んで、まあ、ハローワークの職業訓練の係の人と今までのキャリアからどういう学校に行きたいとかで、どういうことを学びたいとか、どういうスキルを得たいとか、すごいいろいろ相談しました。で自分の住んでるところだけの学校だとやっぱりコースが少なかったので、大阪の学校でも通えるって教えてくださって、で大阪だと割と学校がいっぱいあるので、やっぱり大阪の方がいいコースがいい学校があって、まあ大阪にしました。まあ一応交通費も全部もらえるから良かったです。テストは筆記試験と面接がありました。で資格を取るだけが目的だと悟られてしまうと、面接の時に結構そういう人は落とされるみたいです。やっぱり学校は就職のためっていうのを聞かないと
嫌がると思います。というのもこの職業訓練の学校はそのまあ訓練生がどんだけ再就職したかで国からの補助金をもらってるみたいで、やっぱり一人でも多くの再就職する人を出さへんと国からの補助金がもらえないので、結構学校も必死です。で学校は11月末で終わったけど、その後追跡調査をされまして、再就職をしたかどうかがを毎月電話で問い合わせが来ます。で結構それが嫌って人は多かったです。私は実は今年の4月就職を、やっぱり4月採用のところが多いので、まあ、そういうと人が入れ替わる時に方がいい求人もあると思ったので、まあ、ギリギリ就職調査、まあ、3ヶ月追跡されたんですけど、一応再就職できた人やということになりました。で結構、まあ、学校行ってる間もそうだったんですけど、就職のためのキャリアカウンセリングとかすごいしっかりしていただいて、で卒業してからも、まあ、就職活動してる中ですごい先生が履歴書とかその応募書類とかも見てくださって、あと面接の対策とかもすごいしていただきました。すごいいいシステムだと思いました。私も4月から働いてたけど、結局そこは4ヶ月で辞めちゃって挫折したけど、また夏仕事探して今のところに決まったんですけど、やっぱりその就職支援してくださった先生の言葉をがやっぱり生きてて、それですぐに再就職決まったなって思いました。職業訓練もし行きたいなって思われてる方は、今ちょっとコロナの影響でやってるかどうかわからないんですけど、一度学校とか見学とかもできるみたいなので見てみるのもありかもしれません。以上、職業訓練の話でした。バイバイ。